撮っていただくことも可能ですので、皆様ご自由にお写真を撮りになられてください。フラッシュはない方が綺麗に写りますので、お子様方もご自由に遊ばれてください。よろしくお願いいたします。Thank you.
張らなくても伝わらないので これだけ。そっか、封鎖されちゃってんだ。そりゃそうだろ。通れないの？いや、向こうの階段。あ、ここ通れるかな。この間、隙間ちょっと通らせて。東京駅とかで。いや、もうやめな。いや、もう一回気持ち悪くて、やめない。なぜながら、そこのご予算の問題がありますね。それを期待してさせたのに。どこの上の方に。あ、そうですよ。私なんかお尻冷たい。ここでも全然大丈夫。でもあんまり立ってたら全然危ない。ブラシやんない方がでも綺麗になる。水が綺麗に映るんじゃないの？光が強いから。わかんないね。真っ暗になって綺麗に映ってんのかどうなんだろう。俺さ、あまりにこうパソコン教室とかいろいろがあるから、本当に壁じゃないんで、そこもね、屋根があるから、なければ全部こう平面になるからもっと綺麗なんだけど。壁面っつってもこれだけの壁面だからね。やっぱちょっと普通の人は違うな。よかった。あれだけから撮れる。でも思ったらね、あっという間の時とかに撮れば撮れるかもよ。綺麗な色の時、ちょっと暗い今みたいな色だとただのあれになっちゃう。Thank you.